。少子化は我が国の社会経済全体に関わる問題であり、先送りできない待ったなしの課題です。2030年代に入るまでが少子化傾向を反転できるかどうかのラストチャンスです。少子化トレンドを反転させるためには、個人の自由な意思決定を前提に若い世代の所得を伸ばし、誰もが結婚や子供を産み育てたいとの希望が叶えられるよう、将来に明るい希望を持てる社会を作る必要があります。また社会の構造や意識、働き方を変えて、子育て世帯を職場が応援し、地域社会全体で支援する社会を作り、すべての子ども・子育て世帯をライフステージに応じて切れ目なく支援していく必要があります。こうした思いのもと、本年4月、私を議長とする新たな会議体である、この子ども未来戦略会議を設置いたしました。構成員の皆様におかれては、限られた時間の中で精力的にご議論をいただきましたこと、改めて感謝を申し上げます。皆様のご尽力により、今般、子ども未来戦略方針を取りまとめることができました。この後、本方針を速やかに閣議決定いたします。これから本方針に沿って子ども未来戦略を策定し、加速化プランに掲げる各種施策を早急に実施することにより、子ども子育て世帯にその効果を速やかに実感していただけるようにしてまいります。今後とも全力を挙げて次元の異なる少子化対策に取り組んでいく覚悟です。構成員の皆様におかれては引き続きよろしくお願いを申し上げます。以上です。ありがとうございます。